最近作った紙芝居なんですけど、唐で戸惑う25年日本語勉強してダジャレぐらいは言えるようになりました。そして去年12月にじゃあやっと日本のちゃんと年末掃除しようかなと思って唐を吹き始めたらドイツのことを思い出して、やっぱりドイツは冬は掃除しませんね。ドイツの冬は暗くて、やっぱり春になってから春掃除、フリンクスプッツというんですね。プッツは掃除することです。そして、まあ、それを思い出して、いやドイツはやっぱりその窓を拭くのが女性が奥様は腕見せることですね。そしてきれいに窓拭いて花飾りして、それ自慢するんですね。そしてやっぱりその花飾りの義務のマンションもあります。ちゃんと花飾りしないとそこに住めるとか、バルコニーには洗濯物干すのは禁止です。どうするって感じになるんですけど、やっぱりドライヤーがあるとかね、そういう機械があるとか、地下室とか屋上とかね、そこで干すんですけど、バルコニーはのんびりするスペースですね。そしてやっぱりちゃんと窓拭いたら外もよく見えるし、近所の人何やってるかとか、どういう天気になってるかっていうことも見えるようになりますね。そしてここまでね、うちの主人に紙芝居見せたら、もうすごく目を丸くしました。ドイツ人そんな窓拭くの努力します？する？と聞いたら、いやいや、ほら続きがあります、私はそれと違って窓を拭くのは引っ越す前ぐらいしかやらないですね。そしてうちの主人19年間ドイツに住んでたんですけど、多分うちの家でピカピカな窓一回も見たことないと思うんです。申し訳ないんですけどね。そして、まあ、そのピカピカの窓を自慢してるドイツ人の奥様は日本に来たら多分びっくり仰天だと思うんですね。窓が一応ありますけど、見えるのは景色じゃなくて60センチの距離で隣の家の室外機、エアコンで。ドイツは多分隣の家を3メートルぐらい開けないといけないですね。スペースの感覚全然違いますね、ドイツ人と日本人は。とか、ミルクグラスのキッチンの窓ありますよね。そしていろんなものを置いてあってやるんですね。ドイツ人は、まあ、散らかす場所、家の中違うと思うんですね。散らかすの散らかすんですけど、窓の近くは外から見られると意識してやらないですね。とか窓なし、たまにここでアパート探したら部屋と部屋の間に挟まってある窓もたま部屋もたまにありますよね。でドイツはあまりないですね。まあそして別として元気よく吹き始めました。今年ちゃんと年末掃除しよう。よし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 。あらま、全然綺麗にならないね。なんかね、まあ、ドイツの窓はねこういう風に開けます。ドアもこういう風に開けますね。でもそしてよく気づいたら、あらまらまらまら、あ、こういうのあったね、あーやっぱりね、引けます。そう、引いたらさらに1枚拭かないといけないのありますよね。どっちが先よくわからないんですね、ドイツ人は。でもなんかね、汚れ取れないな、じゃあ窓がまあ綺麗になりました。そういうこと考えるだけでちゃんと窓を拭く暇ないです、私、ね、はい。そしてでもなんか汚いなと思って、まとね、抜いたら、さらになんかあったんです。なんでしょうかね、これはね、
ドイツにもないもの、あの網戸のやつ。ドイツはそんな蒸し暑くないので、あの虫がちょっと少ないで、網戸はない。まあ網戸はあった方がいいと思うんですね。でもそれやっぱりインターネット調べました。正しいあの網戸の掃除の仕方調べたんで、それなんか10点ぐらいが書いてあって、超めんどくさくて、まず掃除機であのきれいにして、あとなんとかスポンジでね適当に拭いて、あーなんかようやったなと思ったら、ちょっとねその網戸をそれねちょっと丁寧にしないと、あー何これ。それはね、あのその間の隙間からね、なんかもっこもっこの黒いやつが出てきました。自分の家に住んでます、こういう何匹。うちにさすがね真っ黒黒すけ出ると思わなかったんですけどね。それはやっぱりあの引っ越してから一回もその隙間の掃除あのしなかったんで、まあほら2年間経つあっという間ですよね。でもね、実言うとそういう不便なところね、世界中の男子をロケットみたいなね複雑な問題解決してくれるのに、どうしてこの網戸のやつ解決してくれまへんかと思うんですね。そしてね、よう考えましたね、世界中の男子をその網戸のやつの問題だけ解決してくれたらロケットぐらい任せろよ。おしまい。